なぜこんなことになって。このチャンネルはお米粉の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。はい、どうも、猫兄さんです。今日はたくさんの猫たちと触れ合うということで、いっぱい触れ合いたいと思います。ね、今猫ちゃんスリスリしていますよね。可愛いですよね。また別の猫ちゃん今、おっと、今噛まれてますね、猫兄さん。おっと、猫パンチ、猫パンチ、猫パンチ。遊びたいのかな、この子は。この子はどうでしょうかね。あ、触らせてくれましたね。おっと、なんでしょう、この子。何か被ってますけどね。お店の人に聞いたら、体を舐めすぎるので被してるみたいです。あの、エリザベスカーラーの代わりですね。最初、あの、ドーナツクッションに食い突っ込んだのかと思ってました。この子の名前は、サンちゃんって呼びます。ね、可愛いですよね。結構ね、この子ね、ポケーっとしててね、いいんですよ。で、今回お邪魔しているお店は、大阪梅田にある保護猫カフェウリエルさんの2階ですね。だから先ほどのサンちゃんなんですけれども、1階にもね、チャトラちゃんのサンちゃんがいますね。おっと、言うてる間に黒猫ちゃんが膝の上に乗ってきてくれましたね。毛艶が良くて、僕これズボンが黒いので分かりにくいんじゃないかと思ったんですけれども、毛艶がいいので分かりますね。おっと、こっちは爪研ぎ。カキカキしてますね。一瞬噛みましたよ、でも。甘噛みですけども。あ、中入りましたね。ね、先ほど遊んでる子が出ていくと。あと、この子も甘噛みですね。ね、なんか両手でホールドして。ね、遊びたいんでしょうね。さあ、どうするのか。ん？また僕の膝の上乗りましたよ。って言うと、なんかおもちゃに反応しましたね。おっと、この子はあれですね。僕を最初に威嚇した子ですね。サバシロって言うんですかね。この黒猫ちゃん、なかなか忙しい子ですね。膝の上乗ったり、他のところ行ったり。ということで、またテーブルの上乗っちゃいましたので、他の子さんありますね。なんかアメショ柄っぽいですけども、この子も多分雑種だと思います。甘えたさんですね、この子も。一応猫パンチのフリはしてましたけどね。あ、この下気持ちよさそう。かわいい。そう思ったら、なんか足で、いや、まあお腹触ってるんでね、両手でホールドしてどうするのかな。うん、甘がみのふりをしながら優しい猫キックですね。めっちゃ可愛いですよね、この仕草。猫キック、これめっちゃやばないですか。可愛すぎないですか、これ。これは可愛いなぁ。癒される。連れて帰りたくなりますよね。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェウリエルさん、可愛い子いっぱいいているので遊びに来てくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただければ多くの人に届きやすくなり、里親様を探す力となりますので、よろしければお願いします。